ソフトバンク3から6日本ハム3日、水穂ペイペイドーム日本ハム新庄剛志監督52が、首位を独走するソフトバンク打線の知力に気を引き締めた。ソフトバンク先発モイネロに対して初回に5点を奪い、3回にもマルティネスのソロで6対0と大量リード。だが、先発の伊藤が3回に,に2安打2支球で3点を失い、不穏な空気が漂った。 最終的に伊藤は踏ん張り7回を3失点。9エンジンもリードを守った。新庄監督は今季10勝のモイネロからの大量得点に喜びつつ、でも怖いね。じわ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 追いついてくるから、最低でも12点くらいいるんだろうねと冗談混じりに気を引き締めた。